坂木原春菜は日本の冒頭選手。身長183センチメートル。2012年ロンドンオリンピック出場。早稲田大学スポーツ科学部卒業後、2016年ニュージーランドのオタゴ大学に冒頭留学。2017年トヨタ自動車所属。愛知県名古屋市出身。5歳までは宮城県仙台市で過ごす。 両親ともにボート経験者で、父はユニバーシアード、母は世界ボート選手権の出場経験を持つ。名古屋市立八田小学校入学時に、すでに身長が130センチメートルあり、当時の小学1年生女子の平均よりも14センチメートルも高く、そのことがコンプレックスだったという。しかし小学4年時にバスケットボールを始めたが、 シュートが決まらいことを理由に退部した。名古屋市立八田中学校での部活は合唱部であった。愛知県立朝日が岡高校に進学すると、バスケットボール部やバレーボール部が激しく勧誘する中、入部を決めたのはボート部であった。2011年の世界ジュニア選手権、ロンドン大会女子、シングルスカルで7位。 愛知県立朝日川岡高校3年の2012年3月、国内代表選考レースで1位となり、アジア大陸最終予選に出場。同大会で1位となり、ロンドンオリンピックの女子シングルスカル、日本代表に選出された。なおオリンピックの同種目には、日本人初出場となる。2012年6月の、第10回全日本ジュニアボート選手権大会女子、 シングルスカルで優勝。ボート競技を始めてわずか3年余りでオリンピック出場を決めた坂木原は将来の目標をグローバルな人間になることと述べている。ありがとうございます。